らわれて生きてきた。でもそれはもうおしまいです。ありがとうございます、ファークさん。さあ行きましょう、キュイ。本当の自分を見つける旅に。消えていく私の記憶が、思いがどんどんなくなっていくよ、ファング。私、女神の元に帰るんだね。やだ、忘れたくないよ、ファングのこと。俺は絶対忘れねえ、お前のこと。だから安心しろ、俺の中にお前がいる。さよなら、ありがとう、大好き。また一人に戻っちまったな。もうアリンに横から盗み食いされる心配もないってわけだ。いい気分だぜ。ああ腹減った。ラーメン食いて。ラーメンもいいけど、やっぱ肉でしょ、肉。アリン？っていうか、人聞きの悪いこと言わないでよね。いつも横から盗み食いしてくんのはファングの方でしょ。つうか、なんでお前いるんだよ。女神の中に帰ったんじゃなかったのか。そうなんだよね、私もてっきりそうなると思ってたんだけど、なんでだろう、不思議だな。でもね、一つだけ思い当たることがあるんだ、私がこの世界に残ったわけ。お、なんだよそれ。知りたい？もったいぶらずにとっとと言えよ。あの時、女神の光に包まれた時、ファングが私とずっと一緒にいたいって女神に願ったからだよ。はあ？お前バカだろ。失礼ね、あんたよりマシよ。まあしょうがねえな、フェンサーと妖精は一心同体だからな。そう、いつまでもどこまでもずっと一緒だよ。